はい、どうもこんにちは、クレです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はアップデート情報&保守追加について動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、宮古島から帰ってまいりました。まあ、本当にね、あっという間な時間ではあったんですけど、たくさんの出会いもあって、本当にね、貴重な時間を過ごすことができました。で、またその模様はね、Vlog みたいな動画でお届けしようかなと思っておりますので、またその動画もね、お楽しみしていただければなと思います。まあ、あとは今日のね、夜あたりにまた Twitch の配信をね、やろうと思ってますんで、まあ、そこでもいろいろ話すと思うんで、まあ、ぜひ、まだね、Twitch 見たことないよという人は Twitch のフォローもよろしくお願いします。さあ、ということで、本題入りまして、昨日ですね、ガチャ更新が、ありましたよと。で、キャッチャーの追加が来てというところだったんですが、今日さらにアップデートもね、情報が到来となりました。で、さらに明日もこれガチャ更新が来るっていうね、めちゃくちゃ怒涛な、スケジュールになっているわけなんですが、まあ、とりあえず今回の動画ではアップデート情報のまとめと、ガチャですね、はい、こちらをやっていこうと思います。じゃあもう内容盛りだくさんなんで早速本編入っていきましょう。どうぞ。さあ、ということで、まずはバージョン 17.3.0 のアップデートから見ていきましょう。はい、内容的にはめちゃくちゃ多いってわけではないんですけど、まあ結構嬉しい、変更とかが個人的には入ってますね。まず一つが、一部選手の顔モデル変更ということで、高橋光成選手、今井選手、この2選手ですね、が、変更と。まあ、チームロン毛でね、昨シーズンなんか話題になりましたけれども、ちょっとそちら見ていきましょう。まず高橋光成さん、はい。おー、変わってる。いいね。で、そう、この高橋光成さんはちょうど宮古島のね、自主トレでお会いさせてもらって、すごいタイムリーなんですけど、めちゃくちゃ体大きかったっすね。うん、まあ、身長ももちろんだし、まあ、こう肩幅というか、うん、本当にめちゃくちゃでかかったです。で、高橋光成さんは投球フォームも変更になってみたいですね。おお、いいね。はいはいはい。で、もう一人がこの今井さんですね。はい、今井選手は、髪型だけかな、顔モデルの部分だけが変わってるって感じだと思うんですけど、はい、こちらもしっかりとロン毛になっております。今井さんも一回ね、あのエーペックス一緒にやらせてもらったことがありますね。はい、ということで続いて2つ目が、一部選手の固有モーションの追加と変更ですね。はい、ここが行われました。いや、待望のね、バウアーの、固有フォームが来ましたよと。まあちょっとね、今いろんな部分で話題になっておりまして、まあそこに関してはちょっと触れづらいね、話ではあるんですけれども、はい、しっかりと固有フォームめちゃくちゃ似てる。マジで嬉しい。後ろ姿も見ておきますか。はい。ああ、いいっすね、いいっすね。ただ、このバウアーに関しては、搬出停止のね、お知らせも来てるんですよね。まあ、そういう意味ではね、よくこのタイミングでこういう出してくれたなっていう、まあ、ところであるんですが、まあ、ありがたい追加であるかな。で、まあ、あとは、高橋宏斗選手ですね、のモーションも、変更となっております。はい、これも似てますね。で、あとは、頓宮選手の、打撃フォームも変更になっております。はい、まあ、ちょっと山川選手味があるね、うん、フォームにはなってますね。はい、いや、似てる。まあ、頓宮選手に関してはベストナインタイトルホルダーもね、出るというところなんで、これ嬉しいですね。まあ、あとはですね、岡本選手の打撃フォームも変更になってるみたいなんですけど、あんまり違いがわからんかった、個人的には。うん、まあそんな大きな変更じゃないね、多分。で、紅林選手もちょっと変わってますね。はい、紅林選手、こんな、なんか、キリッとしてたっけ、顔。めちゃめちゃ顔キリッとしてる。いいね、でも似てますね。はいはいはい。なんかちょっと横から見ると中田翔さんみたいだな。はい、で、あとは一部選手の、装備品変更というところでですね、DeNA の松原さんですね。はい、OB の松原さんが変更になりました。で、この装備品変更が来ると、ガチャ登場っていうそのままの流れって結構あるあるで、まあ、この間のカルタさんとかもね、まあそうだったんですけど、まあ必ずしもそうなるっていうわけではない。一応それで出なかったパターンもあるんで、まあどうかなというところであるんですけど、もし出るとなるとですね、この2019年の、シリーズ2の OB 以来の登場になりますね。個人的にはこれまだ持ってるんですけど、ファーストがね、特殊で B いけるんですよね。そう、この時はロペスがまだ現役というか、そのベイスターズの通常で出てたんで、まあそこの価値的な部分がね、そんなに高くなかったんですけど、まあ今このタイミングで出るってなると、まあファースト守備 B いける選手はそんなに多くないので、まあまあ欲しいっていう人も、出てくるんじゃないのかなとは思いますね。はい。で、4つ目がですね、新ガチャ演出追加というところで、これ結構ね、おおと思った人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあこれ1個注意としては、完全に新しい演出に変わるというわけではないと思います。まあおそらく何らかのシーンが追加されるとか、まあそんな感じになるんじゃないかなと。まあ今の演出がベースにプラスアルファが足されるみたいな。まあそんな感じかなと思います。過去にもね、こんな感じの変更はあって、調子くんが足青くなる演出。
前の演出だったと思うんですけど、あれはね、なんか僕の過去のツイート見てみたら最初の頃なかったっぽくて、後々こんな感じで追加されたみたいな感じだったみたいですね。あとはなんか覚えてるところで言うと、テンポ感、そう、演出のテンポ感が若干修正されたりとかっていう、なんかマイナーチェンジみたいなのはちょくちょく過去もありましたね。はい、ということで、まあ以上がアップデート情報でございまして、ここからですね、キャッチャーの能力を見ていきたいと思うんですが、ちょっとここね、ピックアップ解説でお届けしようかなと思います。まあ1日遅れになっちゃったしね。はい、ということでまず見ていきたいんですが、まず1人目坂倉選手ですね。はい、ここ第3特殊能力どうなるかというところだったんですが、キャッチャーから変わらずというところでした。まあもちろんね、もうライドラ降格だけでまあ十分強いというところであるんですが、まあわざわざね継承する必要とかはないかなっていう感じですね。まあもちろんスピリッツ低いものからね継承したい人とかは全然ありだと思うんですけど、まあエキサイティング持ってる人はエキサイティングでいいし、まあアニバーサリー持ってる人もアニバーでいいしっていう感じかなと思いますね。で、続いては大城選手。はい、ここがねミートがね A ランクの時点からかなりアップになりました。まあただここはベストナイトタイトルホルダーでも出る選手なんで、そこで狙うという人も多いんじゃないでしょうか。で、あとはオリックス若月選手。はい、ここは A ランクから考えると若干の下方修正になっちゃったんですけど、まあ元々のシリーズから考えると能力は上がっているかなというところですね。ベストナイトタイトルホルダーでは70、67、61かなっていう感じになりそうですね。ミートパワーでも BB まで持っていけるっていうのはまあまあいいかな。で、あと最後伏見選手ですね。はい、ここに降格がつきましたよと。第3特能にね降格が入るってめちゃくちゃレアパターンだと思うんですけど、過去で言うと日本ハム時代の近藤選手とかが記憶に残ってるかな。まあでもここも高弾道なんでね、まあまあいい使用感になるんじゃないかなと思います。はい、ってことで、今回はですね、ちょっとバリュースカウト行こうかな。うん、戦力強化そんなに今キャッチャーで欲しい選手いないんで、ちょこちらを50連とりあえず回していこうかなと思います。で、ガチャエースの、変更は明日のメンテナンス後から入るみたいなんで、今日のこの段階では演出が、変わっておりません。いやでもこれ今の、おー S3 来た、今の演出にこれ追加されるってなったらどこのシーンなんでしょうね。どこだと思うこれ。いや結構ね、もうなんか今年のこのガチャ演出って完成されてるような感じがするんだけどね。まあ元々の演出パターン、昔の演出パターン結構似てるというか、まあ各シーンごとにこうなんかランク付けがあって、まあいろんなところで演出が起こる可能性があるみたいな。で、複数出たら、まあ、2枚以上確定とかね、まあ、自チーム確定演出があったりとか、結構、おー、8枚目、おー、加藤選手来た、よーし、ゴースケ加藤。あれ、なんか今 BGM 変じゃなかった？え、気のせい、片耳しかしてないからかな、気のせいかも、わからん、まあいいや、はい、はい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 。え、でもお前今日まだ変わってないはずなんだよな、絶対何も。なんだろう、サイレントで変わった？もしかして。はい、じゃあ20連目。いやでも加藤豪介選手嬉しいですね、初獲得欲しかった。さあ20連目。いやで、そう、さっきの話ちょっと途中になりましたけど、まあどうだろう、追加されるシーンがね正直思い当たらない。もうワンシーン丸ごと変わるのかどうだろうね。過去の演出、個人的にはですよ、過去の演出から何でも好きに選べますよみたいなパターンになったらいいなちょっと思うんすけどね。あれ、でもやっぱなんか BGM 変わってね、なんか変わってる気がするぞ。え、こんな BGM だったっけ今まで。あんまり意識してなかっただけか俺が。はいはいはい。もし選択できるようになったら皆さんどれにします？僕はね、2017かな、うん、2017の調子くんが出てくる演出じゃなくて、あのシルエットみたいな、うん、なんか人間のシルエットに雷が背景でドーンって降ったりとか、あとなんか S のあれがキュリ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 ーンって回って出てくるみたいなやつ、思わせぶり演出とかもあったけど、まああれが結構やっぱ好きだったかなっていうのと、結局あれ1年だけしか使われなかった演出だったんで、またちょっと久々に見たいなっていう感じがある。やっぱ音でこう聴覚でテンションを一番上げてくれるのは2017な気がするんだよな。お、安明さんも宮古島でお会いしました。そう、全くね、予定になかったんですけど、まあ、いろいろな展開が起きまして、またそれもね、ちょっと Vlog でお話しすると思いますけれども。だから宮古島から帰ってきたら、こっちが寒すぎて、なんかちょっと体調崩しそうな予感がしてる。なんか喉もちょっと怪しい。だからね、向こうはね、半袖でもう一日中過ごせるレベルの気温で、もう本当になんだろう。
トレーニングするにはというか、もう外で練習するにはもう最適な気候、多くの選手がね結構沖縄とか、まあ、そういう宮古島とか、まあ、本島だけじゃなくて、まあ、そういう島とかでも、まあ、自主トレされてる選手多いなって昔から思ってたんですけど、まあ、そこに選ばれる理由をなんか身をもって分かったというか、うん、まあ、そんな感じでしたね。さあちょっとバウアーの A ランク欲しいな。バウアーの A 出ない。ああでも山本選手の A も嬉しい。これはナイス。そう A ランクね、バウアー追加になったんよね。ただ排出停止が26日っていうところなんで、26日までになんとかしてちょっと集めないといけない。でもちょっと明日の更新も難しいね。うん、明日の更新が地味に、まあ OB かなーって個人的には思ってるんですけど、ただベスト9タイトルホルダーもね、まあなんだ、対象選手がアップデートで今回装飾品変更とか入ってたんで、どっちかなっていう、うん、ところでありますね。まあでもどっちかが来るっていうのは、おー、S1来た、確実かなと思いますね。はい、さあここでバグアの S でもいいんだよ。あー、何か通常の S 持ってないからね。さあどこで来る。じゃあもうこの S で締めましょう。 S が出た瞬間に動画締めます。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひともね、この動画楽しんでいただけた方、やっぱ変わってるよ。やっぱこれ BGM 変わってる。うん、こんななんかバックギターみたいなのなかったよね、多分ね。え、多分そう。うん、ということで、まあ、またね、今日からバリバリ動画もね、まあ、全然動画休んでなかったけど、まあ、リアルタイムでお届けできると思うんで、またご視聴のほどよろしくお願いします。ということで、行きましょう。どこで S 来る？何枚目？ 6、7、8、あれ？耐えたら自チームだよ。あー、9枚目！あー、長岡選手。去年のさよならがよぎった。あ、でもやっぱ BGM 変わってる、マジで。BGM 変わってます、これ。かっこよくなってる。じゃあ明日の演出追加も楽しみに待ちましょう。あ、どうした。